さあそれではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけでじゃあ今回は早速祠からやっていきましょう。中の方があったかそうだしね。落ちる勇気、さあまずはここに弾を入れるとゴールできる。これはウルトラハンドで開けられそう。落ちる勇気、おっと、さああれは、武器はこれでいいかな。盾は表示が遅いあ、そっか、このゲーム、そう、いろんなスクラビルドのグラフィックをちゃんと用意しておかないといけないから大変だね、今更だけど。なるほど、ベースとなるやつは先に読み込んどいてみたいな感じなのかな。ほう、まあそういうゲームの裏側が見えつつ、この腕バレバレじゃない？大丈夫？ささっ、あ、弓忘れてた。ちょ、わあ、見つかった。あれ、敵が多い。待って、おお、よし、何これ、丈夫な長棒、まさかの長く伸びた丈夫な棒、歪みが少ないその枝は突き刺す力を伝えやすく、樹木の硬い部分を選んで切り出しているため耐久力は高い。なるほど、槍タイプの丈夫なやつ、まあこんなもんかな。武器ポーチはいっぱい。兵隊ゴーレムの角、中刀。兵隊ゴーレム中刀の頭部にあるナタのような角。小枝の伐採や草花の刈り取りに向いた形状で、武器につけると攻撃力はそこそこ上がる。8って結構上がってる方だけど。なるほど、兵隊ゴーレムさんのは撮影できるかな？できるね。めっちゃこう自分の腕が映ってると気になるんだよな。こっちから、お、いいね。よし、槍はどうしよっかな。まあとりあえずあるやつから使っていって、壊れたら持ち帰るか。さて、何か横穴とかはないかな？なんだこれ？めっちゃ気になる。あ、向こう側に敵がいるってこと？そろーり。あれ？ああ、開いた、よかった。
まさかのレーザートラップ。おお、うん、お、あれ、あ、一応閉じることもできるのか。そっか、なるほど。奥側にも扉がある。うん、これはダメージ受けるやつ？わからん。うん、あちょっと待って、リーチが、あ、破壊できるかも。あれ、うん、違うっぽいな。これを触るのは危なそうというか、まあいっか。お、向こう側がちょっと怪しい。横穴とホイホイと行かないで、まずは様子見。何かあるっぽい。影か。うん、よっ。あれ？何もない。え、意外。うん。謎溝と穴。無理かな。よっ。撮影できるかな。お、いいね。お、ちょっとかわいい。あ、いい感じ。よし。おっと、結構音に敏感だな。うん、そいや。お、おっと、おお。お、あ、倒した。ふう。木の棒。お、こっちは撮影ができるぞ。撮影ができるぞっていうか、新しいっていうか。
ちょっと眩しい。真ん中に合わせるのが難しいぞこれ。後ろっていうか背景が眩しくてわからん。これぐらいか。あーちょっと近すぎた。ちょっと近すぎた。んーなんかちょっと、あーでもこれぐらいで我慢するべきかな。よくよく見たら別に左でもいいかな。ね。なんか、あの影のせいか若干中央からずれてる気がするというか、ずれてるけどきっと。きっとずれてる。ずれてるこれ。こういうのにさ、こだわり始めるとさ、ダメだよね、とも。あー、これでいいでしょ。これでもう諦めた。お宝じゃーん。まだ宝箱がある。怪しい。ここはむしろ登れない。うん。おっと、今のうちに登れないかな。いける。なんかここなんか落ちる勇気っていう名前の割には随分上がるな。落ちるためには上がらないといけない。ここはなんかウォータースライダー的な。あ、あの溝ってそういう溝なの？マジか。うん。そこからここに行けってこと？まあ、ひとまず落ち着いて周りをチェック。何もない。見えない天井があるとか。あ、動かせるものが隠されてるとか。前作にはね、石のように見えて実は金属みたいな、そういうものがあったりしたけど、戻れっこで何かが戻せるとか。閉じると何かあるとか。何もない。これはいけるかな。あ、いけてた。あれ？いるわ。2対1はちょっと避けたいところだけど。これは鍵が必要。チャンスっぽい。あれ？嘘、音が。マジか。ちょ。よっ、あえて近づいてから。
いないいない。お、弾発見。あべ。よし。お、ついでに。ゾナウエネルギーをゾナニウムにつけたらどうなる？プラス3。へえ。本来だったら2のところが3。お、プラス3か。なるほど。8のところにプラス3される。ん？違う？もともと？どれくらいだっけこれ。素材。8。で、ゾナニウムの槍って、こっちの方が攻撃力上がってるってことこれ。確か4ぐらいだったよね。基本威力が。なるほど。つけたものが威力上がるのとベース武器の威力が上がるでまたちょっとややこしいな。うん。届かない。おー、びっくりした。普通に上がれるっぽい。うん。何かがある。明かり花。ん？動くレーザートラップ。ちょっと無理かな？距離の問題か。意味深。あ、いや、まあ、ないよね。どこかに穴があるとか。これをそこに押し付けるとガチャッとならないか。お、あ、なんだ、繋がってるだけか。まあしょうがない。大ジャンプ。お、そっち気になるな。あ、え、待って、今の大ジャンプでいけってこと？さすがに。とう、いやー無理。何か違うものがあればワンチャンありうるかも。扇風機。涼しい。翼が一緒についてる。
おお。これくださーい。でっていう。え、このゲートを開けさせる。あ、あ、これか。あ、ここに置いてヒューンって行くわけ。いや、俺がじゃなくて多分弾をつけていけってことなんだろうけど。門を開けろーい。ん？なんか今気のせいかな？気のせいか。いや、なんか緑色になったような。ああ、リンクのこれが緑に見えただけか。さてさて、あそこから来たんだよね。やっぱそこが気になる。ちょっと動かしちゃったけど。落ちる勇気っていうタイトルだけど、何かあるのかな？とりまちょっと縦サーフィンで扉に突っ込んでみる？マジで？おーい、ちょっと待って、ちょっと待って、思ったよりかなんか届かなかった。やらかしたこれは。俺自身を戻れこできませんかこれは。ちょっと待って、一応ワープで脱出できないわけじゃないだろうけど、触りたくないな。めちゃめちゃでかいダメージだったらどうする。一応防御力高めておこうか。いやー、これはかなり無理無理だろう。これはゾナウギアを出せないのかも。ここじゃツバさん、あ、やっぱダメなんだ。無理か。翼を出してちょっと上の方に持ち上げて、ねえ、そこからなんとかできるかなと思ったけど、触ってみるか。一応てか、これどっちからビーム出てんのこれ。受け手側がどっち。こっちに当たってるっぽいな。じゃあこうか。あ、ミラーシールド的なものはないか。せーの。あ、あー、びっくりした。どういうこと？あー、あ、そういう仕掛け？あれ、なんもないじゃん。これはやられた。
あ、向こうか、なるほど。回復回復。もしゃもしゃ。キノコキノコ。ここか。なるほど。行ってみんべ。これはさすがにどうなの？あー、なんかちょっと奈落臭いなこれは。できない。意外と。あれ？俺ビビリビビリなの？触ってるでしょさすがに。意外と細い。いいゲーム。逆に当たらないからもうやめた。あ、宝箱だと？なるほど、小さな鍵、これで開けろってことか。あ、一応チェック。 OK、 なるほど。宝箱が2つあるところは大抵小さな鍵があるってことかな。おー、うん、この状態で使えないよね。あ、ちょ戻ります。ちょっと待って、こいつの上に行けんのこれ。あー、でもダメだな。あ、これは、あー、なるほど、これを上に持っていってっていう、あのレーザートラップを抜けていく必要があるのかとちょっと思っちゃったけど、そういうプレイもできるのかな。これをここに。おー、格納庫が開いたって感じ。で、これを、今さら閉じたって。あれ、真ん中にならん。よし。で、指導。待って、思った以上に、もうでしょ、出てくかと思った。危ねえ、焦った。よーし、オッケー。しかし、あえてトラップに引っかからないとダメっていう、そういう仕掛け、なかなか意地悪ですな。これは持ち上げると、なるほど。これは何かいたずらできないかな。無理か、持ち上げた瞬間にもうダメっぽいし、何かを挟み込めばいけるか。よし、よしじゃないけどさ、お主何をする気じゃーみたいな。なんだって、もともとついてるやつだから剥がせない、悔しい。うん、これを
あーとびっくりしたわそうはなるかな、なるかな一応ね。うん、なるなる。こういう戻れ子の使い方もあるかもね。うん、なるほど。これを使えばさ、逆にリンクを閉じ込めることもできるっちゃできるよね。こういう状態にして、であえて戻して、でね、ねじゃないけどさまあ自分でこうやってハマり状態を作ることもできると。まあゴールだけどね。いやー、なるほど。落ちる勇気っていうか引っかかる勇気。騙されたかのー、わしなりのトラップじゃー。わしもの、あの空の民族じゃから、あの清水の舞台から落ちる勇気でこのハイラルに降りてきたから、もうそりゃもう大変じゃった。なん別に翼とかないから降りてくる勇気、お主にも味わってほしかったんじゃ。まあわしが食らったトラップは奥方のハニートラップじゃったから、うわーみたいな。のろけはいいです。はい、タンタララーン終わりです。ふう、やっぱり祠の中はあったかいね。というわけで、よし、さてと、ここからどこに行くんだ。これがあるとさ、なんとなくなんかカバンダ君がいそうな気がしない。お、馬宿忘れてた。野生馬、この寒いところに、すごいな。ん、あ、もう寒くって全然動けなくてみたいな。うん、とりあえず馬法こっちに呼び出そう。お、雪原の馬宿、楽団がおればの。お、モンキさん、おやおや、旅の方かの、こんな辺境の馬宿によう来なすった。せっかく立ち寄ってもらったんじゃが、今は楽団もおらんでの。楽団、さよう、楽団ですじゃ。この馬宿では立ち寄った旅人に楽団の演奏を聞いてもらっていたんじゃが、今はここを離れ、ハイラルの北東オルディン地方の森の馬宿におるようで、旅の方には大雪で冷え切った体を音楽と焚き火で温めてほしかったんじゃがの。このモンキさんって方はブレスオブザワイルドにもいましたね。なんかあの幼い頃に馬を2頭ぐらいちょっとあれしちゃったみたいな、そういうお話がありましたけど。楽団はおらず、旅人に祝福を与える大妖精様もお隠れになってしまわれて、十分なおもてなしができず、馬宿としても心苦しい限りですじゃ。大妖精？気にしないで、もう気にしないでを選びたいとこだけど。あんな遠かったんだ。ここからじゃと雪のせいでよく見えませんかの。あの山の中腹にありますつぼみ、大妖精様はあそこにおられるんじゃが、先日の天変地異が起こってからというもの、
つぼみの中に引きこもってしまわれたんじゃ。まあそんな世の中ですから、楽団が戻りまた演奏が聴けるようになれば大妖精様もお姿を見せてくれるはず。なるほど、わざわざ連れてくる必要がある。旅の方には残念な思いをさせてしもうたが、せめてこちらをお持ちくだされ。ピリ辛薬。ここを立たれる前には十分なご準備を、よければ焚き火で温まっていってくだされ。そうね、どうせだったら寝床を用意してほしいぐらいだけど、贅沢は言ってられない。松明。なんだろう、この楽団がなんかやりそうなこのステージ。とりあえず何か突き抜けられそうなものは突き抜ける。あれ、なんか随分そのなんていうかカラフルな子がいますね。なんて書いてある。金色場。まさか。なんで君いきなり、撮影するからそういう懐き方ってあるんだ。ハイリアイヌ、でも君じゃないんだ、ごめんな。こっちのちょっとゴールデンなお馬さん、ゴールデンホース、なんていう名前にしようかな。いや待って、そもそも俺の馬になるのかこれは。あと食べてるの時間が長い。お顔見せて、お顔。食いしん坊か普通。いやどうなの、馬ってあのこの干し草食べるときにさ、ずっとこうワンちゃんみたいにガツガツって下向きっぱなしなの。おようやくブルヒーとか言って待たせたなみたいな。ちょっと髪っていうか縦髪が、ギリ目が見えた。金色馬、黄金の毛並みを持つ極めて珍しい馬。100年に 1頭しか生まれないと言われている。100年に1頭でも生まれたらなかなかすごいと思いますけどね。美しい見た目に反して過酷な環境にも適応することができる。警戒心が高く乗り手を選ぶためこの馬を手なずけられるものは少ない。ほう、一体誰が手に入れたんですこれ。旅の方ね、こんにちは、ようこそいらっしゃいませ。どうもどうも。この金色の馬、あらお目が高い。実はね、これはただの馬じゃないのよ。何しろこの馬を見つけてきたのはあのゼルダ様なんだから。マジ僕知らないんだけど。それはもう大変な可愛がりようで、ご自分の手で熱心にお世話をしておられたわ。ゼルダ姫には懐いたってこと。姫様を乗せて辺りを駆け回ったり、この子もよーく懐いていたから。姫様が行方不明になってしまって一番心配しているのはこの子かもしれない。最近なんだか落ち着きがないみたいで、夜遅くでも外に出て行きたがるの。もしかしたら姫様を探しに行きたいのかも。そう思うとなんだかちょっと不憫でね。ふむ、ちょ空気読んで、犬